公益社団法人日本看護協会は、保健師、助産師、看護師、準看護師の看護職の団体である。2020年度の会員数は約76万人で、看護職の組織率は約5割と言われる。下部組織として47の都道府県にそれぞれの看護協会を持つ。厚生労働大臣の指定を受けて、中央ナースセンターの業務も運営している。 1946年に連合国軍最高司令官総司令部の指導により日本三馬会、日本帝国看護婦協会、日本保健婦会の3つの職能団体を統合する形で日本三馬看護婦保健婦協会として設立された。1951年に現在の日本看護協会に解消。1955年に助産婦が日本助産婦会を設立して、 日本看護協会から独立。2011年4月1日、社団法人から公益社団法人へと移行した。主たる活動として、看護職の専門技能の研修、雇用、労働条件の推進、訪問看護や在宅看護の推進から、災害時の救援活動、国際的な協力、支援活動など、看護職の地位向上、 活動領域の拡大と PR などの活動を行っている。また看護師資格を有しながら、結婚、出産、育児などで離職した有資格者のための再就職の支援や専門技能の向上、認定看護師、専門看護師の要請、認定看護管理者の要請及び認定の活動も行っている。看護職というくくりで一語で表現されてはいても、保健師、 助産師、看護師では、その活動の場が異なるため、保健師職能委員会、助産師職能委員会、看護師職能委員会の3つの委員会組織を、協会組織内に持ち、各々の,の,の活動を行っている。看護の質の向上のため、準看護師については、その養成教育を早期に打ち切る、よう、日本国政府と日本医師会に求めている。詳細は、 日本看護連盟を参照日本看護協会に関連する政治団体として日本看護連盟の存在がある。看護協会は政策提言活動、看護連盟は政治活動と分担しながら共同して活動するとしている。看護連盟の本部は看護協会本部ビル内にあり、各都道日本看護協会は看護職の地位向上、環境を改善するには、 政治の力が必要であるとし、看護協会の目指す施策、制度、法律を実現するために政治活動できる団体として1959年の看護協会総会議決を経て看護連盟を創設した。それ以来、看護協会は看護連盟を通して国会議員を送り出してきた。看護連盟は自由民主党の支持団体として活動している。 2003年の政治資金収支報告書によると195,500人の会員から9億7,752万5,000円を集め、日本医師連盟に次ぐ、集金力を持っている。擁立した国会議員として、安倍敏子衆議院議員、高品恵美子参議院議員、石田正宏参議院議員、木村弥生衆議院議員がいる。その他、 地方議員を20名以上擁立している。日本看護協会ビル。日本看護協会の本部は、協会が東京、表参道に所有するビル。日本看護協会ビルにある。現在のビルは2004年に竣工したもので、地上8階、地下2階建て、床面積8077平米の規模である。建物の設計は建築家、黒川紀章が1999年に行ったもので、 壁面線の揃っている街並みに、あえて全面からカットバックするポケットパークを作る。1、2階を店舗とすることにより、ショッピングストリートとの連続性を獲得する、階段上に裏側に抜ける空間を作り、奥にカフェテラスを設置する、境界が業務を終了した後でも直接アクセスできる、地下オーニトリアムを設置する、といった事項が考慮されている。 現在のビルが完成する以前には、同じ場所に、日本看護協会会館という、1957年11月に、竣工した5階建ての白い建物が建っていた。協会の前身である、日本帝国看護婦協会は、東京、新宿の東京女子医科大学のそばにあった建物を、アメリカ軍による空襲で消失、新たな土地として選定されたのが現在一致である、表参道であった。 この場所は、原宿駅から徒歩圏内にある、風地地区という交換郷ながら、地下が坪3万円と比較的手頃であったことが、選定の根拠だったという。シリーズ日本の介護を考える一介護人材不足と、低賃金、自治郎、通信734号、2009年。全日本自治団体労働組合公式サイト内、日本助産師会の歩み日本、助産師会公式サイト内。 歩み日本看護協会公式サイト内日本看護連名について日本看護連参院選に自民候補道等指示を継続毎日新聞2009年11月10日東京長官日本看護協会ビル施設交通案内日本看護協会平成24年1月11日閲覧 ABC 日本看護協会原宿会館黒川気象建築都市設計事務所 平成24年1月11日閲覧日本、看護協会の歩み日本看護協会、平成24年1月11日閲覧、ABC 人宮前5丁目、原宿1995コムプロジェクト、温田表参道商店会1994年12月25日発行、P60。ありがとうございます。